はい、さあそれでは札幌9レースの発走までまだお時間ちょっとあるようですので、はい、私から札幌メインレース、うん、札幌日経オープンの富ちょいをご紹介します。富ちょい行きますか。お願いします。はい、はい、こちらです、はい、4歳馬ルメール騎手4年連続出走です。うん、どういうことかな、詳しく教えてもらってもいいかな。はい、はい、札幌日経オープンの過去10年の年齢別成績をチェックしますと、うん、4歳馬の好走率が高いんですね、うん、ここ10年で13頭が出走してまして、3勝2着2回3着2回着外6回と、はい、馬券圏内率は5割以上なんですね。はい、年齢で買う安心安定指数は4歳馬ですね、うんうん、ブロザーホーンとアケルナルスターか。どうなんですか。アケルナルスターは前回僕はあの、はい、自分の YouTube で本命にしましたよ。ああ、感傷が結構ついたんですよ。はい、じゃあ来たよね。はいはいはい、まあ、アケルナルスターは怖いですよね。ちょっと怖いよね。はい、うん、はい、その通り。続いてルメール騎手ですが、過去5年の札幌芝 2600m のカチクラが2位の池添騎手の3勝に大きく差をつける10勝を3倍以上、はい、連帯率は 52%、 馬券圏内率は 64%、 単勝回収率も 124% と優秀なので、騎手で買う安心安定指数はルメール騎手です、はい、シルブロンということですね、ダイヤモンドステークスで一番人気に押されて3着したぐらいの馬ですから、ルメール騎手とのコンビは3回あって2勝3着1回ということで、あ、まあ勝負気配ではあるでしょうな。ただ馬券圏内に来ないんだったら今回かなと思ってますね。なるほど。前回のレース見る限りだと、はい、あの強かった内容と比べるとあまりにもちょっとレースぶりが良くなかった、はい、なるほど。で今回も外国人ジョッキーのルメール騎手なわけでしょ、はい、でこれだけの成績で買うってのもいかがなものなのかなっていう部分はあります。私は冗談じゃないと。冗談じゃないと。キャプテンどう、シルブロン買おうとしてる、うん、まあいいんじゃないどうやら俺が言うことは今日全然伝わらない。はい、伝わらない。どうしたんですか、はい、さあ最後に4年連続出走ですが、その馬とはボスジラですね、はい、うん、ボスジラは札幌の芝 2600m で行われる札幌日経オープンから単調ステークスというローテを3年連続で続けてきていまして、今年は4回目の出走となります。はい、成績は2勝2着2回3着1回着外は1回なんですが、着外の1回は一昨年の単調ステークスで函館開催でした。札幌じゃないね、はいはい、札幌では馬券圏内を外したことが一度もないんですよね。一勝クラスの勝利も含めて札幌で馬券圏内率 100% のボスジラ、応援も含めて注目ですね。はい、ボスジラって、まあ、他のコースだとちょっとね、はい、前に行けない時もあるんですけど、札幌では必ず行けるのでね、はい、そういったイメージはこのコースと距離が一番合うのかもしれない。なるほど、うん、はい、うん、ということで、信じるか信じないかはあなた次第です。いやー、当たりますようにって言おうと思って。当たります。そうです、ちゃんと最後に言わせてあげてもみたいな。でも来てるよ、富ちゃん、はい、見て、ほら富ちゃん来てるよ。斉藤さんの予想が聞きたいって来てる。富ちゃん来てる来てる来てる、こんにちはって来てるよ。